皆さんこんにちは、運転手の翼です。本日は京成本線の八幡駅、そして JR 総武本線と都営地下鉄新宿線の元八幡駅にやってまいりました。八幡というだけあって八幡宮という神社があるらしいと思って調べてみたところ、本当に葛飾八幡宮という神社があるということが分かりました。それでは早速葛飾八幡宮という神社へ行ってみましょう。京成線の八幡駅3番出口を出ましょう。方角でいう東方向に進んでいくと葛飾八幡宮があるそうです。踏切を渡って引き続き東方向へ行きましょう。お、3400。ありました、見つけました。踏切のすぐそば、線路沿いでもありますね。到着しました。こちらが葛飾八幡宮です。鳥居が大きい。中に入っていきましょう。お、中にオレンジ。いつも通り鳥居の下で、豪華な門ですね。その手前に、あ、真横向いてます。真横、お互い見つめ合ってるあーちゃんと、その視線の先にうんちゃんです。最後にこの小さな山門、この中に入れば葛飾八幡宮ですね。あ、上の方に見えるかな、八幡宮って書いてあります。なんか北に見えるけど八ですよ、八っていう字。さあ中に入っていきましょう。あ、お水スペース。お、中で何かやってるそうですね。お、立ち上がった。絵馬、鐘楼、そして赤い鳥居、厳島社って書いてあります。厳島神社ってことでしょうかね。あ、横のこちらご覧ください。厳島神社の由来になった、一番左側っていうんでしょうかね、この一木島姫の御事っていう神様のお名前ありますね。あ、じゃあ厳島神社まで行かなくても厳島神社に行ったことになるんでしょうか。橋を渡って、よいしょよいしょ、割と急だな。ちっちゃなちっちゃな厳島神社です。赤鳥居の厳島社よりも目立つのがやっぱこちらでしょう。画面に入りきらない天然記念物千本イチョウです。幹が太く見えますけれども、実際には何本かの木が複数束のようになって生えていて、でまるで一本に見えるっていう、そういうちょっと不思議な木なんです。他にも神社が境内にたくさんあります。葛飾八幡宮の中にある葛飾天満宮、天満宮ってことは菅原道真さんですよね。それから上尾稲荷社かな、稲荷だから狐さんがいますけども、五穀豊穣、そして商売繁盛の神様、江戸城、お寺でも神社でもない。あ、あーちゃんうんちゃんがいますね。八坂社ってあるから多分京都の八坂神社のことかな、祇園祭りで有名なあそこの八坂神社ですよね。浅間社、聞いたことがない。富士だから富士山なのかな。
さあ今回の由来機構、皆様いかがでしたでしょうか。八幡と元八幡は完全に乗り換え駅だとしか思っていませんでしたけれども、でも葛飾八幡宮という神社があって、そしてしかも豪華な山門、そしてすごく立派な木、見応えありましたね。今後とも駅名の由来となった場所へ行きます。どうぞ皆様よろしくお付き合いください。それではさよなら。